忍山春沙が、1925年3月21日から1977年9月2日は、福島県伊達郡小原町出身で、小野川部屋に所属した大相撲力士。最高位は、東関脇。現役時代の体格は177センチメートル、109キログラム。特異種は諸雑し、より、上京して小野川部屋へ入門し、1940年、 5月場所において、15歳で、初土俵を踏んだ。当初の執行名は、本名と同じ本館。1944年、幕下入りを目前にしたところで招集され、朝鮮半島北部で敗戦を迎えた。ソ連の収容所に送られたが脱走し、偽名を使ってソウルまで逃れ、なんとか引き上げ船で、博多港へと帰り着いた。1946年11月場所。 東さんの仕込めで大相撲に復帰し、翌年、11月場所で十両に昇進。しばらくは十両と幕下との間を往復したが、大関、麻酔山の胸を借りて、実力を増し、1950年9月場所で入幕した。技能張り騎士として注目され、1955年、1月場所では小結びに昇進し、これから3場所連続で勝ち越したにもかかわらず関分けに、 昇進できなかったのは、小部屋で番付運が悪かったためと言われている。研究熱心である上に、私生活をも稽古として活用する力士であったと知られ、足腰を鍛えるために一本刃の高下を履いて、釣り革につかまらずに、山の手線を回ったり、左手の握力を強化するために、左手で箸を持って米や豆をつまむ練習をしたりしたというエピソードがある。 1958年3月場所の初日には、新横綱の若の花を下しているが、これは雑誌、相撲1956年11月号の表紙に、載った若の花の写真を見て、立ち合いを研究した成果だという。このような努力の成果もあって、1958年7月場所で、ようやく関脇に昇進した。しかし3場所関脇の地位を保ったものの、 以降は、古傷の腰痛が悪化して重量まで落ち、追患板ヘルニアにかかったために1960年、9月場所限りで引退した。引退後は年寄り、竹縄から同、山京を襲名し、小野川部屋からの独立の準備を進めていたが、当時のでは一門の、文家独立を許さずの方針の前に独立を断念。1965年9月に日本相撲協会を、去り 1977年9月2日、脳出血のため、東京都内の病院で亡くなった。52歳没。鋭い出足からの諸差しの型を得意とし、リアンコの忍というあだ名が付けられたとは、刀を日本差しにしていることに由来する武士の俗称。同時期の諸差しの型を得意にした力士には、鶴ヶ峰がいるが、右四つから巻き返る鶴ヶ峰とは異なり、 忍さんはいきなりもろ差しになって、差し手を上に返す取り口であった。モンローを多くに似た歩き方にも特徴があり、容姿はジョン・ウェインに似ていたため、特に若い女性に人気があった。手足で見せるすり足は、土俵の砂に二本のレールの跡が残ると言われたほど、基本に忠実で見事なものであった。ありがとうございます。